滝屋社姫滝屋社姫滝屋社姫は、平野正門の娘とされる、伝説上の幼児鈴飼い。本来の名は五月姫、または滝姫という。天行の乱にて、父正門が討たれ、一族郎党は滅ぼされるが、生き残った五月姫は怨念を募らせ、貴船明神の舎に牛しみつどきに参るようになった。漫画の二十一嫁には、貴船明神の荒見玉の声が聞こえ、 五月姫は、妖術を授けられた。貴船神社の孔人は、牛の時参りの、図祖神として有名であり、貴船山に、牛の年の牛の月の牛の日の牛の時に降臨した神とも伝えられる。貴船神社は、映画物語や、おとぎ造紙、能、鉄輪、宇治の橋姫の伝承などで取り上げられている。荒見玉のお告げに従って滝屋社姫と名乗った五月姫は、 下宇佐国へ戻り、相馬の城にて、ヤシ丸マルやクモら手下を集め、朝廷天覆の反乱を起こした。朝廷は、滝ヤ社姫成敗の直命を、大谷中将三国と山城三成に下し、激闘の末に、陰苗の術を持って、滝ヤ社姫を成敗した。死の間際、滝ヤ社姫は改心して、平野正門のもとに昇天したという。なお、 坂の上の田村マロが鈴鹿山にて大貴人の犬神丸の手下である貴人にヤシャ丸というものがいる。ヤシャ丸は改心し、田村マロの家臣になっている。このヤシャ丸との関係は不明。伝説では妖術使いとされるが、実際は天寺に逃げにとして生涯を遂げている。正門の娘、五月姫こと滝夜。 森姫の墓は、現在の茨城県筑波市松塚、東福寺から西へ200メートル離れた畑の中に、小さな塚がある。以前は、西福寺に二として出家して、野社と呼ばれているが、地元では滝夜、森姫と呼ばれ、今でも線香が手向けられている。東福寺境内の栄養地園入り口には、滝夜、森姫の石棺に使われていた大きな一枚石が、 数枚置かれており、以前は小川の橋桁として使われていた。ありがとうございます。